こんにちは、トレーナーです。ということで、ちょっと緊急で動画撮ってるんですけど、マジでちょっと急すぎて、マジで頭がね、回ってないんですけど、ジャスティスツアー日本公演追加されます。あると思ったけど、まさか11月にあるとは思わなかった。この発表が日本時間の朝にね、あったんだけど、まあ、普通に自分寝てて、で、なんか通知がね、やたら来るんですよ、携帯の。ジャスティの投稿とか、ジャスティスツアーの投稿とかは全部通知オンにしてるから、なんか朝からね、騒がしくて、で、なんか電話が来たんですよ。で、誰かなって思ったら、ゴッドさんから電話来てて、え？もしかして俺、ジャスティのインスタのストーリーまた載った？って思ったんですよ、その時は。電話来るぐらいだから、え、また俺なんかやばいこと起こしちゃったのかなと思ったら、ジャスティンのツアー追加されるよっていう電話でね、マジで夢かなって思ったんですよ。マジなんだよね。まあ、自分まだね、アーティストのライブとか一回も行ったことないから、前回のパーファツアーとかスタジアムツアーも行けなくて、ジャスティスツアー11月9日から11月17日まで、まあ、ちょっと期間は空くんだけど、4公演ですよ。やばいよね。で、早速ね、このジャスティスツアーの、詳細を紹介していくんですけど、まず2022年11月9日に名古屋バンテリンドームで、開催されます。バンテリンドームっていうのは結構でかくて、まあ、ライブの写真こんな感じなんだけど、もうなんだろう、海外公演と同じ感じの結構迫力のある、ライブだと思うので、これはちょっと名古屋は行こうかなと思います。続いて11月12日、大阪の京セラドームで行われるんですけど、これも、行きます。このチケットの買い方とか席とかはね、後で紹介するんだけど、まあ名古屋ってあって、まあ大阪ってあったら、まあ近いし、まあ行くよね。はい。続いて2022年11月16日東京ドームで、開催されます。まあ、これももちろん東京出身だし、まあ東京に住んでるのでもちろん行きます。で、その次の日も、東京ドームであるので、ドリューの、4公演全部行きます。今のところですけど、ちょっと日程がね、まだ11月だから、まあどうなるかわかんないけど、まあ、2日後のチケット販売があるんですけど、そこではまあとりあえず全部の公演は買いたいかなと思います。冷静に考えて、本当に俺泣きそうだよ。泣きそうなんだよ。まあ、動画撮ってるからこらえてるけど、ね、正直マジでもううるうるしてる。うん。泣きたい理由がいろいろあるんだけど、まあ、その中でも、まあ、ジャスティンからのコメントっていうのがあってね、日本に。このコメントはね、ジャスティン・ビーバー JB のツイッターの公式からね、引用するんだけど、ジャスティンからのコメント。6年経ったなんて信じられませんが、世界で一番好きな場所の一つである日本に戻ることができて本当に嬉しいです。地球上で最高のファンと素晴らしい夜を4日もシェアできることに感謝するとともに、今から興奮してます。もう嘘でも嬉しいよね、この言葉。世界で一番好きな場所の一つである日本って、一番好きってことだよね、日本が。本当にね、この言葉もう嬉しすぎてさ、日本に生きててよかったって思いましたよね。本当に嬉しい。何もしない。もう本当に興奮が抑えられなくて。まあね、まだちょっと11月ってね、結構、まあ、先なことであるんだけど、まあ正直あっても来年の4月とか5月ぐらいだと思ってたから、まさか今年にライブっていうのが想像できなかったから、まだちょっと心の準備ができてないっていう感じ。はい。ということで、この早速ね、チケットの、まあ、買い方というか、チケットの種類を紹介したいなと思います。でね、自分はね、チケットを買うのは初めてではないんだけど、まあ、実際にこうやって、ジャスティンのライブに行ったことはないから、なんだろう、そんなにね、詳しいことというか、変なデタラメなことは言えないから、とりあえず、ホームページに書いてあること、そして自分がわかる程度のことを伝えたいなと思います。ジャスティンのこの日本のツアーでは、SS 席、S 席、注釈付き U20 チケット、ゴースト、ピーチーズ、ホールドオンビップパッケージっていうのがあって、まあ、それでゴーストが5万5千円、ピーチーズが4万円、ホールドオンが3万5千円、
っていう感じの、チケットになってるんですけど、まあ、まず最初に VIP からちょっとね、紹介していきたいなと思うんですけど、で、このゴースト VIP パッケージっていうのが、まあ、5万5000円なんだけど、まあ、ちょっと詳細見ると、SS 席のチケット1枚、アリーナ前方ブロック席確約って書いてあるので、でね、このアリーナ前方ブロックっていうのが、ちょっと、なんだろう、大雑把すぎて、本当に一番前の、席なのかブロックエリアに入れるのが確定なのかっていうのがちょっとねこれだけだと分かんないのでまあ、ちょっとデタラメなことを言えないのでどうなんだろうって感じですね。まあでも、まあ、確実にこのチケットの中では一番いい席に行けるかなと思います。まあそれに VIP だとポスターとかついてあとギフトがついてストラップがついてるっていう感じです。ピーチーズも同様で特典がついててで、席なんですけど、S 席のチケット1枚、アリーナ席確約って書いてあって、ホールドオンが S 席のチケット1枚、スタンド前列席確約って書いてあるので、ゴーストが一番いい席で、そこから徐々に下がっていくっていう感じです。で、こちらの3万円の SS 席っていうのは、おそらくですけど、ホールドオンの VIP パッケージと席はね、同じというか、エリアは同じで、まあ、ただ単に VIP のその特典がついてるかついてないか、だと思います。 S 席っていうのが SS 席の後ろの方の席、注釈付き U20 チケットっていうのは20歳以下の方限定の席になってるんだけど、まあ、これは詳細を見ると、まあ、ちょっとステージの全体とか演出の一部分が見えづらい席になってますって書いてあるので、まあ、そこまでいい席ではないんだけど、まあ、20歳以下の人たちが、入れるエリアになってます。はい、ということで次はねチケットの買い方がね、一番皆さん気になると思うんですけど、自分もまだ知って 2,3 時間なのでそんなに詳しくはちょっとわからないんですけど、まあ、とりあえず3月12日の土曜朝10時からチケット発売があって、ローソンチケットと E プラスで発売があります。ここからちょっとねややこしいんですけど、 VIP を取りたい人ってめっちゃいると思うんですよ。でね、このねチケット、今まではね結構抽選が多かったんだけど、今回なんと先着販売なんですよ。だから朝10時から発売があって、もう在庫がなくなり次第終了っていう感じの厳しい感じになってるんですけど、まあ今回のツアーがどれだけみんな行きたいかとかわかんないんだけど、でも6年ぶりだから、まあジャスティン好きな人はもちろん行くと思うんだけど、まあ、曲聴くなっていうぐらいの人とかも、まあ、VIP で来るのかわかんないけど、まあチケットはね買うのかなと思います。で、まあジャスティン好きな人は当然 VIP で行きたいと思うんだけど、これがね、ちょっとややこしくて、まず E プラスでチケットを買う場合は、本当に朝10時に先着販売で、本当にこのサイトでね、買うだけなんですけど、ローソンチケットの場合がちょっとややこしくて、プレリクっていうのと、L アンコール会員っていうのが2つあって、プレリクっていうのは、プレリクエストの略で、一般販売に先駆けた販売のことを意味しますって書いてある。で、プレリクエストっていうのは、ローソンのウェブ会員に登録するだけで完了らしくて、まあ無料なので、ぜひこれはね、登録しておいた方がいいのかなと思います。L アンコール会員っていうのは、年会費が1620円かかる有料会員サービスのことだそうです。で、この会員に入ってる人限定でも VIP の席が、取れるそうです。なので、有料会員しか買えない VIP の枠と、プレリクエストっていう、無料で会員登録できる枠っていうのがあります。なので、まあ、個人的には、まあ、どっちも登録しておいた方がいいのかなって思うんですけど、ここら辺はちょっとね、自分もまだ初めてだから、どっちがいいのかわかんないけど、多分有料会員の方が多分入る人も少ないと思うから、もしかしたら買いやすいのかな。こういう考えの人たちがみんなそうだったらわかんないから、ちょっとここら辺は悩ましいところだと思います。これもね、全部先着だから、で、今回自分は何のチケットを買うのかっていうと、まあね、先ほど言った通り、全日、全公演行きたいなと思うんですけど、まあ名古屋、大阪、東京2公演で、まあ名古屋は、まあ最初は VIP じゃなくてもいいのかなっていう感じで思ってて、まあ大阪も同様で、東京2公演を、ゴーストの VIP 席で行きたいなっていう感じです。だから名古屋と大阪は、まあ、SS 席3万円の席か、まあ、本当に安いチケットかで
行こうかなって考えてて、まあ、なんで全部 VIP じゃないかっていうと、まあ本当にね、考え方はめちゃくちゃ変態なんだけど、ジャスティンのライブ4公演行くから、なんだろう、最初から VIP 席、一番前の席でジャスティン見るのもいいけど、まあ、最初ちょっと遠目から見て、どんどん近くなってって、最終公演で一番前の席でジャスティンを拝めるっていう、ちょっと意味が分かんない考え方だと思うんだけど、多分ね、この考え方の人いると思うんだよね。せっかく4公演あるから全部行きたいんだけど、まあ、全部 VIP じゃなくてもいいのかなっていう感じですね。発表されてからまだね、ちょっと5時間ぐらいしか経ってないので、まあ、あさってまでにちょっと変わってるかもしれないんだけど、まあ、東京のね、2公演はね、ゴースト VIP で行きたいなと思います。まあ、行きたいなっていうか、まあ、変えたらの話なんですけどね。これ変えなかったら、行けないからね。チケットに関しては大雑把にこんな感じなんだけど、日程を見てほしくて、11月9日から11月17日まで、ジャスティンが日本にいるんですよ。日本にいるんですよ。だから、9日は、ライブ。で、その次10日、11日は、ライブがないから、まあ、名古屋にいるのか、大阪にいるのか。で、大阪が11月12日でしょう。で、11月13、14、15は、フリーなんですよ、ジャスティンが。だから、自分は、そこも楽しみたいなと思ってて。まあ、前回東京に来た時はね、原宿だったり、渋谷だったり、ジャスティンがね、結構いろんなとこ行ってたんだけど、ワンチャンというか、自分は確実にジャスティンと会える場所というか、まあ、会える自信しかなくて、まあ、VIP でね、ジャスティンを目の前で見るっていうのもいいけど、まあ、自分は遭遇してね、ジャスティンとも会いたいので、まあ、そんなに VIP にこだわる必要もないのかなっていう感じです。まあ、前回マスクもらった時もそうなんだけど、もう本当に変態だから、本当にジャスティンに会いたいからいろんなとこ行って、まあ、目撃情報があったらそこ行ったりして、自分が予想したところ行ったら、まあ、たまたまヘイリーがいたりみたいな感じが多くて、まあ、自分は一回ね、経験してるので、まあ、次回ジャスティンが行くところとかも、まあ、ある程度予想できるし、ジャスティンが行きそうなところとかもわかるから、そこをね、狙っていきたいなと思います。いや、マジ楽しみだよね。11月でしょ。まあ、まだちょっと時間はあるけど。まあ、それまでにちょっとお金貯めて、全力でジャスティスの、ツアーグッズもめっちゃ買っていきたいなと思います。まあ、ジャスティンのツアーの、服装とかはね、まだ決まってないんだけど、みんなにも会えるし、ジャスティンにも会えるし、もうこれ以上の幸せなことはないよね。と思うので、マジで皆さん、自分のことを見かけたら、ぜひ写真とかも、お話とかも、めちゃくちゃしたいので、もうね、外見とかは全く怖くないと思うから、マジで皆さん、話しかけてください。そして写真とかもマジで、もう100枚くらい撮りましょう。あ、で、これ言ってなかった。でね、JB パーティーっていうのを、12月にやってて、まあ、自分の考えですと、今後は8月に1回やりたくて、で、今日思ったことは、ジャスティの東京公演が始まる前、なので11月15とか11月14日に JB パーティーを開こうかなと思ってます。なのでそこでちょっと自分の、まあ、勝手な妄想ですけど、まあ、スペシャルゲストでジャスティン呼びたいなと思います。頑張ります。その時はちょっとここはね、まあ、ほぼ無理だと思うよ。ほぼ無理だと思うけど 1% の可能性を信じて気づけてもらえるように頑張りたいなと思います。これはちょっとね、目標でもあるので、まあ、スペシャルゲストでジャスティン来て、ジャスティンに一曲歌ってもらってっていう、まあ、夢ですよね。まあ、夢はね、大きく持っていいと思うので、ぜひね、皆さんも、ジャスティン・ビーバーのパーティー、よかったら来てみてください。だけど、ちょっとジャスティン・ビーバーパーティーっていう名前がね、ちょっと変わるかもしれないんですけど、まあ、そこら辺はね、後ほど詳細をお伝えしたいなと思います。ということで、ジャスティスツアー参加する方は、ぜひ高評価、そしてこの動画ためになったなって思った方も、高評価、そしてチャンネル登録、コメント、お願いします。それでは次の動画、おそらくジャスティの1週間だと思うので、そちらの動画でお会いしましょう。また。じゃあ、本当に楽しみ。やばい。本当に大好きです、ジャスティ。